はいどうも。それでは風雲幕末伝をプレイしていきます。まずはまたフリー任務ですかね。あ、その前にこれか。こいつがありましたね。こいつ先か。じゃあこれをやっていきますけど、一人は選べる。頑張りますか。沖田とか長倉さん、見せてもらおうか。長倉さんでいいかな。よし、じゃあこれで、行きましょうかね。味方が3人いるんで多分なんとかなるはず。伊藤貸したろって強いんだっけ。どうなんだろう、ゲーム的には。茜を返してもらいに来たぜ。おお、高杉さん新選組ですよ。そいつはめっちゃ喧嘩売りに来た。茜を返してもらうぜ。茜を下がらせろ。おお、護送って高杉新作と山形、別になんか普通に連れてるだけなんだ。なんかとっ捕まえて縛ってあるとかじゃないんだな。後悔させてやりましょう。茜普通に今いたな。普通に連れて歩いてるだけなんだ、護送って。うん。で、相手は2人？じゃあ、数の上ではこっちが圧倒的に有利ですね。よし。パクッとぶっ倒せればいいな。とりあえず雑魚を片付けて。ああ、つばぜり合いになった。そして伊藤がいきなり食らってる。嘘でしょ。伊藤やられてる。弱い。伊藤弱い。マジか。なんかやられてるし。気づいたらやられてる伊藤貸したろ。誰か助けて。よし、助けてくれた。高杉をまず撃破。オッケー。オブジェクト壊しても何もないですね。じゃあ、後ろから攻撃。ああ、ガードされた。そう。よし、倒せた。オッケー。これで終わりかな、こいつは。くそ、やるじゃねえか。うん。終わりですね。撃退した高杉さんを。長州内部では主導権争いがあったそうです。その争いに勝利したのが、高杉晋作の率いる正義派を名乗る人々ですよ。なるほどね。詳しいね。その結果、どうかしたろう。今の長州は倒幕一色に染まって。いや、世間にも知られてんのかな、この話。降伏してくるような人間には見えませんでしたね。おお、まあそうだろうな。この征伐、幕府にとって厳しいものになるのではないでしょうか。よう分かってんな、伊藤貸したろう。一応頭はいいだけありますね。うん。で、クリアして技を覚えました。そして5日目、何か起きるか起きないか。起きそうだな。今度長倉さんと一緒に巡回に行きませんか。おお、巡回本当は巡回なんて名目です。お、原田さんと賭けをして勝ったんで長倉さんがおごってくれるそうなんですよ。あ、賭けをして勝ったって、他の人たちには内緒にしておきましょう。池田屋とかの話か。池田屋行くか四国屋でどっちが当たりかっていうので賭けに勝ったって言ってましたもんね、長倉さん。それでか。それでメンバーもあれか。池田屋の時一緒だった沖田と主人公と、まあ近藤さんは局長だから、うん、巡回を名目に稽古の成果行くのはちょっとあれだから誘わなかったとして、他の二人を誘ってくれたと。長倉さんいい人じゃん。あの時は斎藤までが珍しく酔っての。それは見たかったな。斎藤さんが酔ってたんだ。武士に主人公は酒酔わない。つまらないな。ああ、人を面白がらせるために酒を飲んでいるのではありません。酒は飲むことは飲むけど、酔っ払うまでは飲まないってことかな。で、芸をしろとは言わんがって一発芸もしない。お？ぶつかってきたのはそちらでしょう。あれ？こいつらと揉めんの？なんだと？おい、こいつら新選組じゃ。やっぱり。新選組か。ならば遠慮は無用だな。覚悟。うん。揉
めるのな。不定老子。いやーまあぶつかったんだからお互いごめんで済めばいいんですけどね。残念ながらもういちいち争いになるのか、こんなことでしょうもねー。お互いごめんで済む話じゃん、ぶつかって切り合い。あ、そしてずっと槍じゃん。そろそろ雑魚戦じゃないときは刀持ってった方がいいよな。槍は槍、そう。あー、ちょっと雑魚が、あー、ちょっと囲まれた、助けてー。くそ、助けてくれない、誰も。誰か助けてくれー。よし、なんとかなった。ふう、あぶねー。自分たちから声をかけてきたのに逃げちゃいましたか。もう撃退したら逃げてきましたと。喧嘩に付き合わせちまって。ああ、ただの喧嘩だよな。本当に新選組として切りかかってきたんですから、相手をするまでです。おお、主人公も意外と好戦的というかね。おお、それもそうかって。まあそうなんでしょうけど。よし、これで受けだけか。新しい技というほどでもないな。あ、6日目、何が起きるか。あ、伊藤貸太郎だ。ちょっとよろしいかな、内密な話なんです。これは主人公に勧誘をかけてくるのかな。私、新選組より離れ新たなる組織を作ることになりました。引き抜きを狙ってるかな、主人公の。最も名目上はあくまでも軍隊。昨年お隠れになった光明天皇の領母を守るお役目を担います。なるほど。そしてこれからが本題ですが、あなたもこの隊に加わっていただきたい。こういう話だと思ったよ。引き抜きか。あなたは山並先生と親しかった。彼の死以来、新選組に疑問を持っているのではありませんか。疑問ね。東堂君はすでに、あ、もう東堂は約束したんだ。今すぐ返事を。伊藤と仲いいもんな。よくお考えになってください。では、で主人公は誘いをかけられて、結局山並さんの死は無駄になってしまったというか、山並さんの新選組を一つにまとめるっていう思惑通りにいかずに、結局バラバラだからな。本当に山並さん何のために死んだんだ。とりあえず体力が心もとないか。休養ですね。休んでからにしよう。フリー任務は。アンさんが今日に来はってからだいぶ経ちますな。おお。新選組の中でもいろんなことがあったんとちゃいます。作中での時間。長倉藩が局長の近藤藩は横暴やって訴えたなんて話も聞きましたね。けど、なんだろう。それも近藤藩や新選組のことを好いてはるから、うちそんな気しますわ。さてと、任務はいろいろありますね。どれがいいのかな。捕縛に、探索、討伐、説得、捕縛。これでいっか。そうすると東堂平助と行くか。もうそろそろ離脱しそうだしな、こいつ。離脱する前に一緒に任務出ときますか。あ、しまった。また槍持ったままだったよ、もう。捨てよう。で、パンジン。鍋料理が流行。ああ。後ろから攻撃。お、ではなんだこいつ、喧嘩腰だ。こっちか。おう、とりあえず、切って、さあどっちだ、こっちか。
お、敵の老師発見。さて、サクサク老師を片付けて、お、ビビられた。で、どこにいるかな、狩猟格。てかこれどうなんだろう、一定数倒したらかな、条件がどうなんだろう。まあいいや、とにかく行くぞー。モサハン、あ、出た。特定の場所に近づいたらかな、この辺に。トサハン、こいつか。よーし、あれどっちだ、見えんだけでいる奥に。あ、いたいた、突然出現したぞ。あ、後ろに敵が。よし、東堂さんと連携技食らえ。うさりで、後ろの、あ、がタゲがこっちだ。とりあえず後ろのやつを片付けたら、あとはもう2人で怒るだけだ。よし、勝った。ちょろい敵だったぜ。ということで、終了で、お、2つも技を覚えた。後で見とくか。よし、でまたイベントかな。ああ、東堂さんがこれでバイバイか。バイバイ。伊藤さんと行くんですね。行くんですね、本当に。これからは御用絵師として働くよ。とか、伊藤先生、お前のことも誘ったって言ってたけど、うん、断ったんだ。断った断った。はい、東堂さんはなぜ御用絵師。どうかしたろうについてかない。俺、伊藤先生のことを尊敬してるから。尊敬してんだ。ずっと新選組のやってることは自分のしたいことと違うような気がしててさ。武士として幕府に尽くしてるわけだし、うん、その幕府も上位をなそうとしてるんだけど。してるんだけど、それだってやりたいことのはずなんだけど。なんとなくやっぱちょっと違うなって感じか。伊藤先生の役に立ちたいんだよ。あ、なんかうまく言えないんだけどさ。なるほどね、東堂さん。そうか、一緒に江戸から出てきたみんなと別れるのは寂しいけどね。あ、東堂君。そうだね、結構仲良さそうだったもんな、他のみんなと。東堂も元気で。お前も。あ、そうか、これでお別れか。で、東堂が、仲間から離脱で、斎藤さんも一旦いなくなるのかな。そうか、で、任務が B 任務かな、また続きますと。これかな。よし、おとり任務をやって、まあ、サクッと片付けていきたいな。あ、しまった。ダメじゃん。おバカ。しまった。しまった。ああ。しまった。槍装備しっぱなしだったよ。槍は刀抜いてるのと同じ状態だから。敵が見たらそりゃ逃げてくよな、おとり任務のやつは。装備変えないとダメじゃん。そうするとどれがいいかな。正眼、まあ正眼でいっか。え、新しく覚えた技。どうかな。これもどうかな。一応ガード崩せそうではあるよな、足で。こっちにしとくかな。で、仕掛けに切り替えて、うん、こんなとこかな。よーし、じゃあおとり任務リベンジですかね。
気はやり持ったままっていう、おバカな。そう、アホなミスした。まあいいや、これで、自然にならないように、振り返らずに、ゆっくり歩いていく。で、後ろからついてくるあいつですね。あれを×のところまでおびき寄せると。振り向いたり走ったりするんじゃないぞーと。長倉さんもいるんか。井上さんと長倉さんがバッテンのとこで待ち構えてるんだな、きっと。じゃあ、とにかく歩いていくしかない。走るとダメだからな。アナログスティックを強く倒さないように、ゆるーく動かして、ひたすら歩くと。これな、角曲がるときがな、気をつけないと。角曲がるときだけ気をつけないと、走って失敗になる可能性が。あ、でも自動でカメラがちょっと回って、あんまり、角曲がるように、動かさなくってもいけるか。アナログスティックちょびっと横に動かすだけで基本下に倒してればいけるか。よし、あとはちょっとだ。さあ、もうだいぶ近いぞ。これでここを越えて門の手前の辺まで来たらおびき出しに成功と。来たぞ。さあ来い。おー、来た来た。よーし、おびき出しに成功で、長州藩のこいつを3人で叩くのかな。井上さんと、来た、長倉さんと井上さん。 OK、 とりあえず雑魚を片付けて、よし、囲むぞ。あー、食らった。助けに来てー、今だ。くらえ。ああ、おお、ありがとう。味方が助けてくれた。助かるぜ。ふう、助かった。味方のおかげだ。で、クリアですね。ああ、9日目何かあるか。何もないか。ありそうだな。よし、来た。伊藤先生のご両親、伊藤さんまで参加するとは思わなかったな。ああ、ご両親ね。東堂さんは伊藤先生に心酔してたから参加するだろうとは思ってましたけど。ああ、これから新選組はどうなるのかな。沖田さんがな、あまり心配してる風には見えません。心配してる風には見えませんね。僕のすることはいつも言ってる通り決まってますからね。ああ、なるほどね。近藤局長と肘やることは決まってるから、うん、いろいろ考えるけど心配は してないと。うん、肘方さん、面白い情報が入った。五両英治の連中が近藤さんの暗殺を企んでいるらしい。ああ、本当ですか。そうなんですか。何が面白い情報ですか。あ、沖田が怒ってる。どうやってその情報を。斉藤が知らせてくれた。ああ、斉藤さんがね、スパイとして潜り込んでて。斉藤は俺たちの艦長だからな。なるほど、うん、だから斉藤さんは五両英治に。なるほどね。さすがは副長ですね。近藤さんを撃たせるわけにはいかない。こちらから動くってことは向こうを先にこう攻撃するわけですね。こっちから。牙を剥いたのは向こうじゃないですか。その通りだ、うん、ここはお前に動いてもらう。で、主人公もこれで戦うと。匿名任務発生。ああ。で、これか。伊藤貸太郎討伐、貸太郎討伐か。こいつが、うん、匿名任務であるわけですね。ほうほう。じゃあこれをやっていけばいいのかな。うん、うん、なるほど。酔わせて、キロを襲う。ほうほう、よし。
じゃあこれ行くか。よし、任務開始。さて、油工事の辺。今頃伊藤は近藤さんに酒を振る舞われているはずだ。その帰り道を狙え。気づかれないようにな。はい。よし、後ろをつけてって伊藤をこうサクッと暗殺する任務ですね。おう、主人公隠れてる。伊藤さん警戒してるだろう、確か。だからこれを、バレないようにつけてくはず。違ったかな。さてと、こっそりついていくと。さあ、どこで伊藤さん振り返る。大丈夫かな、この辺で立ち止まらん。大丈夫か。よし、じゃあ今度はここの角まで。で、バレないように隠れる。うん、あ、また立ち止まった。隠れる。さあ次はここかな。あれ、ここ隠れる場所じゃねえか。この辺いりゃバレんだろう。よし、隠れて、で、もうちょいいけるな。この辺の角に隠れるでいいよね、多分。どうだ。あ、これでイベントか。おうおう、お、少し飲みすぎました。気を抜いたか。気を抜いたっぽいな。気を抜いたか。じゃあ、あとは後ろから走らん程度に近づいて。まだ。よーし、あお、これで厳しい状態。さあどうだ。これで食らえ。あー、クソ、ガードされる。食らえ。よし、伊藤すまん、死んでくれということで。おお、観測バラーと叫ぶというほどではなかったけど。こうして同志だった者が争うのを恐れていた。伊藤貸太郎は亡くなった。あなたがその思いを踏みにじった。おう、主人公怒ってる。山並さんの死を無駄にしやがってと。で、これで一人に来るのか。伊藤先生が死んだという知らせが届いているはずです。五両英治が、死体を取りに来た彼らを撃ちます。遺体を引き取りに来て、そこを襲うと。わからん。平助だけは助けてやりてえな。あいつがそれを望めばいいがの。お、仲がいい原田とかな。長倉さん、ようですよ、助けてやりたい気持ちはあると。ああ、来た。遺体を引き取りに来て、そこを襲うと。そうじゃないかなとは思ってたよ。お、これで3人か、敵は。だな、3人だな。こいつら3人との戦いか。オッケー、こいつらをボコるんですね。ああ、行くぞ。まずは雑魚から片付けていくか。くそ、とりあえず雑魚が鬱陶しい。よし、まず雑魚片付けたんで。ああ、食らった。あとはよし、まず一人、まず一人。これで、あ、微妙に倒しきれてね。これで二人。あとは、ああ、ダウン。
あーダウン取られて、くそ、あーちょ、あーおーい、味方に足を引っ張られたぞ。ちょっとマジか。おーい味方、くっそー、なんてこった、お前ら味方め、おー味方のせいでよろけてそこをやられた、くそー、ああ、もう一度か。まあいいですけどね。また伊藤貸したろうを、追跡。よし、追っかけて、まあこの辺で一旦、止まって、ここでまた止まる。で、動き出したのを見たらまた前へ進んでいく。で、今度はこの辺で止まる。で、あとはもう伊藤さんが気抜くんで追っかけていくだけ。よし、これで、気を抜くので、気を抜いたかーってなったら足音を立てて走らない程度に早歩きで近寄っていくぞー。くれ、よし、あー抜刀の攻撃食らっちゃった。くらえー、で、あーガードされた。おお、危な、長かった、連撃が。意外と長かったな、びっくりした。あーやめろ、あーめっちゃ食らった。そう、思ったより体力削られた。もういいや。で、飛ばして、次の戦いな、体力が心もとないな、味方もな。くそ、さっき味方に足引っ張られなけりゃ絶対東堂を倒して終わってたのに。もういいよ、お前ら頑張れ、ほら。あ、しまった、危ない、あーやばい、いか、危ねえ、ふう、今攻撃されてたら死んでたな、絶対。まず一人、東堂後ろにいた。近寄らなければ攻撃してこないか。あ、今参戦してきた。あ、違うわ、やっぱ後ろにいるな。近寄らなきゃ参戦してこないんだ。へえ、じゃあ先にこいつら片付けて、だから3人だけどボス格、実質最初に戦うのは2人ってことか。先に2人片付けてから東堂との戦闘に持ち込めば楽なんだな。ここです。そして何気に伊藤貸し太郎の死体が邪魔だな。よし、終わった。で、戦闘になってて、ん？おう、東堂を逃がそうとして今ちょっとブロックしたぞ、主人公。主人公ブロックした。もう行けって感じで、みんながなんか逃がそうとちょっとブロックしてたら、主人公はブロックしてたけど長倉さんブロックしてねえからか、後ろから東堂さんやられたと。主人公はナイスアシストだったけどな、こう東堂を狙ってたやつをこうさりげなくブロックして防いでくれたのに。東堂さん、長倉見てるだけだから。ああやられた、東堂逃がそうとしてたのに。あれ、虫の息だもん。後悔してないよ、ここで終わっちゃうのは残念だけど、俺は俺の思うように。そうか、自分の思いを貫けたからね、自分で決めて伊藤先生について後悔はしてないと。今の俺は
そうか。あーで、これでお亡くなりになったと。どうするんだよ。だから後悔はしてない。そうか。それに俺が死んだら、女ちょっとは悲しんでくれるだろう。まあちょっとっていうか、だいぶ悲しむだろう、仲いい人は。うん、これで東堂さんとは永遠にお別れか。なんとも言えん顔してるな、長倉と原田。野郎が。もうこれで、この章終わりですね。うん、仲間がどんどん死んでくな。攻撃技を覚えましたと。で、東堂とかが使えるようになりました。元気ないですね。主人公しょぼくれてたんか今の。そうか、それだけじゃなかったんですか。いろいろあってな。最初はそんな風な主人公だったけど、もう仲間が死ぬのは嫌です。みんなと仲良くなってね。それでいいじゃないですか。そうしてるうちにこう考えが変わってきたんですね。僕と仲間が死んで悲しんでたと。そうかもしれませんね。おお。じゃあ今回は、ここまでにしておきましょうかね。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録等もよろしければお願いします。